新年明けまして、おめでとうございまーす。おめでとうございまーす。こんにちは、こんにちは。出社でーす。聞こえてますか？明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。もう二日ですけれども。おめでとうございます。もうお正月ということでね。多分、なんだ？とこ、VTuber 始めてから毎年1月1日、2日、3日、4日、5日ぐらいに、こう毎回参加型ロールの配信をしてるんですけど、今回は参加してくれる方はいらっしゃいますかね？ いなかったらもう一人でひたすらやるんですけど、明けましておめでとうございます。どんなお正月をお過ごしでしょうか？まあ、これあれだな、募集中ですみたいな旨を配信画面に書くべきですよね。完全に忘れてました。ちょっと待ってくださいね。ノーマル募集中。ノーマル参加者募集中。コメントで、そのネーム教えてください。で、書いて、いい感じの、フォントにして、いい感じのフォントってなんだ？で、ロリオさん、どんなお正月をお過ごしですか？ちゃんとたくさん寝ましたか？楽しく過ごしていますか？ 明けましておめでとうございます。お正月から雪に降られて孤独を減ってます。あー、そっか。雪降ってますね。パコのところは降っていないけど、なんか場所によっては、今年すごいらしいですね、雪が。道も雪で埋もれてるみたいな。聞きますね。やべ、パコ、もう、マジの 結局マジの寝起きで 頭回ってない 寝正月、あ、いいですね、いいですね。寝正月が一番お正月らしいですよね。ねえ、明けましておめでとうございます。寝てくってで、ね、牛になりそう。あー、ちょうどいいじゃないですか。ちょうどいい。牛年ですもんね、今年ね。ねえ。もうほん、なんか、今日配信しますみたいな、告知。ツイッターでしたときに、まあ、なんか、起きた時間忘れて、で、パコは一体何時ぐらいに眠くなるんだろうってわかんなくって、まあ、とりあえず、こう、3時間ぐらいだったら、起きてるだろうし、ワンチャン寝れるしって思って、まあ、3時間後の、今1時にしたんですけど、結局、なんか眠くなりだしたのが、1時間前ぐらいで 1時間前ぐらいに眠くなっちゃって、お昼12時ぐらいに。で、あーやばいって思って、30分寝て
起きました。おはようございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。だから、パコ、なんか目覚ましかけたら大体起きれるので、全然大丈夫なんですけど、頭は起きてないっていうね。それでも、なんか、ロルしたいなと思ってて、で、お正月だし、配信やりたいなって思って、じゃあ、ロール配信しようって思って、今に至ります。大晦日からずっとお仕事を。いやー、大変だ。頑張ってください。今日はお休みなんですかね？わからないけど、頑張ってください。お疲れ様です。本当、ほぼ仮眠です。まあ、でもなんか、がっつり、なんか睡眠、8時間取らなきゃいけない睡眠の眠気ではなかったので、まあ、大丈夫です。大丈夫。多分やってるうちに目覚めてくるやつ。です。どうしよう、じゃあ喋っててもあれなので。行こっかな。ちゃんと夜寝てますか？夜、やっぱこうなんか、デモンズ配信、その年越しデモンズやった後の記憶がなんか、あんまりなくって、なんかあの後結局、数時間寝れなくって、多分ランナーズハイみたいな 感じで、寝れなくって、その後なんか、アホみたいに寝て、で、なんだ？ で、その後の記憶がないんですよね。なんか2回ぐらい起きた気がするんですけど、何時に起きたかもちょっと忘れちゃいましたね。忘れちゃった。そういうところから生活リズム崩れてショートスリーパーになって、たりしてしまうんやで。そう、なんかパコ結構、なんか、ちゃんと夜寝てるふりしてるんですけど、結構なんかぐちゃぐちゃで、夜中急に起きて、何時間か起きてまた寝たり、なんかちょっと、自律神経崩れてるんですよね。元から。それもあってなんかちょっと、今変な状態なんですけど、なんか、しばらくすると、ちゃんとしたリズムに戻るので、まあまあまあゆっくり戻してこうかなと。大気お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました、本当に。え、なんか、あの12時間は本当に、パコすごいあっという間だったので、全然、なんか辛くもなんともなかったんですけど、いや、とりあえずマッチメイキング。あ、てか参加してくれる方、いらっしゃいませんか？大丈夫ですか？大丈夫かな？ねえ、フロム系、なんか、あれですね、なんか、これからはちゃんと区切ってやっていこうと思います。見てやっていこうと思います。でもなんか、本当になんかデモンズ、楽しくて、あ、参加していいならの、あ、ぜひぜひぜひ、サモナにも教えてください。教えてください。カノさん、コメントに書いてもらえたら招待させていただきます。まこちゃんでナチュラルに配信の撮れ高いいことするよね。どうなんですかね？なんか、わかんない。確かに、なんですかね？なんか、何かしら起こりますよね？変なことがね。あれが。あ、カノさんありがとうございます。招待送りますね。なんか、
あれ、プレイヤーが見つかりませんって言われます。あれあれ？間にスペースが必要とか？あれあれ？あれあれ？あれあれあれ？こういう時は OPGG も伏せてみる。あれ？なんか綴り間違ってませんか？発想がおかしい。あれちゅ、な、あれ？なんか、褒められてると思ったら違った？ あ、ロルぜひぜひ始めてください。そう、なんかツイッター見てたら、この間ぽくロルの、リーグの試合の実況解説のところに混ぜてもらうゲストとしてちょっと参加してたんですけど、で、こう、やんやん言ってたんですけど、その配信見て、なんか、そういえば、パコちゃんの配信見て、ロル始めたなって言ってくれてる方が、いて、なんか嬉しいなって。あ、いました、いました。あれ、なんかさっきとちょっと違う、かも。ありがとうございます。送りました。ありがとうございます。そう、すごいパコ感激しました。超嬉しいですよね、そういうの。ね。すいません、いえいえ、こちらこそ。すいません、すいません。ありがとうございます。ね、なんか、あれですね、配信、その取れ高の 話に戻りますけど、なんか、自然とそうなりますね。それがなんか、持ってるっていうのか、言うんですかね。わかんないですけど。他に参加してくれる方はいらっしゃいますか？いらっしゃいますか？誰かのきっかけになれるってことは本当に誇って、もう、いや、めちゃめちゃ嬉しいですよね。めちゃめちゃ嬉しい、本当に。いや、本当嬉しかったな。あの配信に参加できることも楽しかったし、嬉しかったし。あ、確かにオンラインゲームって覚えること多いし、LOL は特に、特にですよね。特に。この間、まこちゃんが、アフターシックスリーグで褒めてたプレイヤー、デモンズ、あ、デモンズも見てくれてました？感謝。感謝、感謝。嬉しい。やったことないから見てます。もうぜひ、もう、なんか、正直、パコ、ロル配信したいからしてるんですけど、正直ロルわかんないけど、パコの配信だから来てくれるって方、いるじゃないですか、同僚さん、いるじゃないですか。だから、興味あったらぜひぜひ始めてほしいんですけど、なんか興味なかったら本当になんか、デモンズのアーカイブとか見ながら、あ、なんかやってんな、みたいな、そういう 見方でも全然 いいので、なんかもう本当に、なんだ、やらなきゃとか、覚えなきゃとか、理解しなきゃっていうよりは、こうね、なんかやってるなって思ってもらえたら 助かります。助かります。なごちゃんだから来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、30レベルまで、そう、チュートリアルって言われてますね。ね。あ、明けましておめでとうございます。おきくさん、ぜひ参加してください。サモナーネームコメントに貼ってもらってもいいですか？あ、こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは。VTuber 自体は好きだったけど、配信で見るようになったのは、バコちゃんの配信を見るようになってからだから、バコちゃん、そんなんか、褒めちぎり大作戦みたいな。ありがとうございます。ちょっとニヤニヤしちゃうな。お聞きいただきました。こんばんは、こんばんじゃない。こんにちは、こんにちは。こんにちは。あ、ありがとうございます。そのネーム。お客さん誘わせていただきます。あ、これあれだ。
どこかにいる。あれ？どこだ？あ、いたいたいた。キクさん、ありがとうございます。あと2名参加してくださる方、いらっしゃいますか？お、ケイさん、ぜひぜひ、サボナーネーム、ぜひ貼ってください。あ、てか、さっきのやつ、で見れるのか。あ、いたいたいた。送っちゃいまーす。送っちゃいまーす。もごちゃんと遊ぶにはルルーブールしか、ルル以外のその、参加してもらえる配信もしたいんですけど、なんせなんか、パコが、結構浅くって、その、例えば、ソフトがあるとしたら、スプラトゥーンとか、スマブラとか、マリオカートとか、あるんですけど、パコが、多分、超下手くそなんですよね。あ、こんにちは、こんにちは、ロルと聞いて、あ、嬉しい、嬉しい。ぜひ、ロルやってる方、いらっしゃったら参加してください。コメントに、サモナーでも、貼ってもらえたら、招待しますので、よければ。よければ、よければ。こんにちは、あきおめ。こんにちは、こんにちは。あけまして、おめでとうございます。おめでとうございます。ポケモンとかマリカとかあんましなさそう。ポケモンは、ランダムエンカウントのせいでやってこなかったんですよ。だからなんか、一応、なんか、最近出た、ソード、持ってるんですけど、結局、やり込まずに、終わってるっていう、あ、ありがとうございます。デイビーさん、招待させていただきます。あれ？ あれあれ？名前合ってますよねー。もう一度。これ、フレンドじゃなくても招待できるやつなんですけど、なんか OPGG で調べても出てこないので、なんか綴りがちょっと違うかも。です？です。です。そう、大勢でなんか、あれですよね、その、あんまり、なんだ。熟練度みたいなのが。薬、中さん。これなんか、ああ、消しちゃった。あれ出た。え、なんだこれ手打ちじゃないといけないのかな？すみません、すみません。ありがとうございます。なんだこれ。ありがとうございます。すみません。ごちゃっちゃって。ごちゃっちゃ、ごちゃっちゃって。では、あ、先にレーン決めますか？なんか行きたいレーン、行けないレーン。なんかみんなめっちゃやってるから、大丈夫そう。一応なんか、ぐだんないように。決めときますか？一番得意なレーン申告していきましょう。ジャングル以外ならどこでも。おー、頼もしい。パコはトップ以外ならどこでも。あ、ジャングルできないかも。チャンピオン、あ、あるかな、チャンピオン。どこでも大丈夫ですか？ジャングル苦手です。ジャングル苦手です。ジャングラーがいない説。ジャングル。得意な方、いますか？いますか？あ、そうそう、その、熟練度が出ないゲームって言うと、その、お絵描きの森とかになるじゃないですか？あ、ジャングル、おきくさん、ありがとうございます。ジャングルおきくさんで、じゃあ、どうしよう。パコ ADC 行きます。ADC。ミッドかトップよろしい。どうぞ。パコ、ADC、期待です。
ニスです。ね、このロルとかいうゲーム、こう、まずロール決めとかないと 時間が、あれなんですよね。急かされるんですよね、このゲームにね。あと10秒ですけど、みたいな。すごい。ありがとうございます。カノさんかな？カノさんありがとうございます。なんか ポコが進めたかなきゃいけないのに、やってもらっちゃって、すみません。すみません、すみません。タイピング音 めっちゃ聞こえてます？恥ずかしい。パコなんかちょっと、キーボード重いやつ使ってるので。てか、パコめっちゃキーボード叩いちゃうので。重めのやつ使ってるから、うるさいかも。すみません。ありがとうございます。じゃあ、いきます。そう、選択肢多いのに、急かしてくるんですよね。しかもあんまり時間ないのが、本当に嫌。本当に。90秒でしたっけ？マックス。90秒以内になんかここで、ロールとチャンプ決めろって本当に、鬼ですよね。鬼だ。左のイラストがふわしているパコちゃんのイメージで、イメージ通りでとっても可愛くて好きです。ご自分で描かれたのですか？こちらは、描いてもらいました。パコの、ファンアートのタグの方に、投稿していただいたイラストです。ムササビさんって方が描いてくださいました。いいでしょう。めっちゃ可愛いですよね。めっちゃ可愛いですよね。で、僕はこのトリスターナというチャンピオンをやっていこうと思います。何積むんだろう。ナモコレクターでいっか。可愛いですよね。ね。Your voice is very comfort, com, 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 comforting. Comforting って何ですか？ Do you do ASMR? バンドルガンダーは死ぬまでバンドルガンダーだよ。thank you? ASMR は、ASMR のマイク、バイノーラルマイクで、ちょっと遊んだりしてます。ちゃんとした、ASMR はなんだ、声のやつは、あんまりやったことがないです。癒される、心地よい、ありがとうございます。なんか 今日はよく褒めてもらえる日だ。今日はよく褒めてもらえる日だ、本当に。よっしゃ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。敵の、あれとか全然見てなかった、モルガナ、メイン。トリス、試しに使ってみて、全然使えなかったから参考にさせてもらいます。やっぱこのトリスは、ぴょんぴょん跳ねて、死にに行く、トリスターナなので、あんまり真似しない方がいいかもしれないです。よろしくお願いしまーす。今年初ロル。
頑張ります。勝ちたいな。もうね、試合が始まると1分半になってしまうと、あんまりコメントがね、たくさん見れなくなってしまうので、ご了承お願いいたします。頑張りまーす。あ、悲劇だ。戻ってしまった。あー、前出ちゃった。ギリ間に合った。ナイスイグナイトです。あ、うな、ポコが AA をミスりまくったのはあんまり見ないでくださいと。しようかな。いいだな。あー、ありがとうございます。ミニオンをね、押し切りたかったんですけど、あのモルガナがすごいいい感じに邪魔をしてきましたね。あ、そっか、ミッドサイラスか。頑張れー。サイラスってきついですよね。サイラスって謎のパワーありますよね。このゲームは、今、お金を稼ぐ。お金を稼いでアイテムを揃えて敵を倒すゲームなんですけど、今お金を集めてます。このミニオンっていうのを倒して、サイラスを、サイラス見合ってるけどいる。あ、ごめんなさい、レリック。モルガナ、なんか来てるんですかね。めっちゃ前のめりですよね。あー、来てる来てる。ナイス。素晴らしい。素晴らしいがすぎる。パコの CS はゴミ。せっかくミニオンが溜まってるので、よしよし。
そう、サイラス回復するからなんか、いけるだろうって思っても、なんか、逆に、やられちゃうことがあります。なんかキルラインが分かりづらいでしょうね。ムルガナが消えています。いました。ナイスです。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。トリスちゃんは、ニーブを止められない子なので、ガンプッシュしちゃおう。アムムトップだ。アムム、あのアムムめちゃめちゃガンクするな。あれチャリにならない。いい。あ。ナイス。めっちゃ当たりっちゃう。ありがとうございます、守ってくれて。だいぶ止められてたから、メインのレベルアップが早かったですね。先に6位になってた。モノモルガナ、ウェーブ止めるの好きだなぁ。まずはこのクラーケンスレイヤーの完成を急ぎます。おー、ナイスーナイスナイスー、いいですねー。あ、ていうか、あ、ピンク買い忘れた。コントロールワードを買わない ADC。わーい。ナイスー。ナイスドラゴン。ナイスナイス。そう、今回はね、なんかランクとかじゃないので、マップが見えるようになって。待って、パコのなんかチャンネル登録お願いしますみたいな、アイコンのせいで、マップちゃんと見れないんですけど。待って、待って。罠だこれ。罠だ。もう見えるようにと思ったのに。しかもちょうどパコたちがいる、ボットレーンが見えない。前に出てくんないかな？来ないか。
これ設定したのはパコなんですけどね。へへ。いやー、プレートバッキバキ。嬉しいですね。ちょっとこれで帰ります。わーい。今のは敵のサポートが、こう CC の、こっちの動きを止めてくるスキルを、綺麗に外したので、仕掛け時だなって言って、パコも、サポートの、パンテオンも、仕掛けに行きました。いやー、勝ってしまいますな、ガハハ。ガハハハ。今、フルチ宿ってました？やったー、超褒め言葉じゃないですか。ADC やってる人にとっての最大級の褒め言葉。やったー。トップにはエビがいるようです。そりゃ強いわ。そりゃ強いわけだ。ミッドにアムム。これ、ワード刺しとこうかな。おお、サイラス倒してる。ガンクされながらも。倒してる、最強だ。あ、最強だ、もう。最強だ。これさすがに。やめとこうか。俺はレックレスに見たね。やったー。俺レックレスも好きなので。あ、CS はゴミ。CS はゴミ。痛い。これずっと押し付けるのもいいですけど、カニ、盗みに行こうかな、もう一回押して。サイラスが。ああ、青だ。わーい。これ、アムムが見えないから。あー、おったおった。終わった終わったあー。終わった。終わった。グッドゲーム。グッドゲーム。強い。ありがとうございます。分からせすぎてしまった。でも、相手もなんか後半強いし、もっとやってもよかったんじゃって思いますけど、参加ありがとうございます。参加ありがとうございます。なんか15分の、あれはあんまり、あれになんないか。では、ちょっと一度、抜けていただいて、あ、ありがとうございます。すごい速やかな、速やかな退出。では、お次、今参加してない方で、
参加してくれるよって方いらっしゃいますか？コメントにサモナーネームを貼っていただけたら招待させていただきます。なんか多分手打ちじゃないといけないっぽいですね、これ。さっきなんでコピペでもいけたのかっていう。怪獣さん、ありがとうございます。よいしょー。他にいらっしゃったらコメントにぜひ書いてください。トリスターナ、序盤、そのハード CC 持ってるサポートと行くのめっちゃ楽しい 序盤からキル取れるからめっちゃ楽しい。めっちゃ楽しいんですよね。友達のグループ幼稚園 動物園ですよ、動物園 動物園ですよ。いいでしょう。でもこれ、なんかなんとなく分けてますけど、なんか、どういう分け方だったか僕、あんま覚えてないっていう。行きたいけどちょっとまだ。うん、ぜひまた後ででも、全然僕、このゲーム何時間でもやるので。よろしくお願いします。お願いします。確かに、幼稚園のなんか、うさぎ組とかありますよね。なんか、ひまわりとか、お花の名前か動物の名前か、鳥の名前かとか。え、なんか、いいですね。だって、キリン組の人って、キリンさんって呼ばれるんでしょ？え、なんか良くないですか？ずる。パコはアルパカさんしか呼ばれたことないのに。パコもキリン組になってキリンさんと呼ばれたい。なんずるくないですか？なんか。世の中の幼稚園生。腹立ってきた。お茶飲みます。エビ組 エビ組か。どうしよう。今のところ未実装ですね。エビさんって呼ばれた。あー！日本人ロールプレイヤーはみんな呼ばれたがってる。トップレーナーみんな呼ばれたがってる。どうしよっかな。45分まで。あと2分ぐらい。新しい参加者さん待って、新しい方いらっしゃらなかったら、さっき遊んでくれた方も、もう一回書いてもらえたら、誘う感じでいきます。あ、イカ丸さん、ありがとうございます。ぜひぜひ、イカ丸さん。送りました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、こんにちは。いいお正月をお過ごしですか？こんにちは、こんにちは。僕はもうこんな昼間から堂々とゲームができて、ニッコニコですよ。ニッコニコ。ね、普段ね、あんまり昼間ってゲームできないじゃないですか。あ、まあ、今日はでも土曜日か。今日は土曜日か。土曜日はまあ昼間。ゲームしてますけど。ね、なかなか。あ、でもなんかこの 1月2日が土曜日ってちょっともうなんかもったいない気がしますね。なんか。あれもニコニコ。あ、よかった、よかった。あ、ノラさん、ぜひぜひ、招待します。ノラ。なの、さん。そう、三が日の二日間潰れてますよね。ちょっともったいない気がしますね。あとお一人、参加したことないよって方、いらっしゃったら、ぜひ。ぜひぜひ。年越し耐久完走したからね。あ、完走できて本当に良かった。本当に良かった。思った以上になんか序盤が、デモンズの序盤がきつくて。
大丈夫かなって思いましたけど、頑張ったのでご褒美、ご褒美ロールです。これはご褒美、視聴者さんと一緒に遊べるロール。ん？何言ってんのか分かんなくなっちゃった。じゃあ新しい参加者ファン、参加者さん、参加者さんって言いづらくないですか？参加してくれる方いないっぽいなので、いないっぽい。待って、日本語が、日本語が。こんばんは、こんばんは。こんばんは、こんばんは。いない、もしいなかったら、さっき参加してくださった方ももう一回参加していいよって言ってくださる方は、サムナーネーム教えてください。今起動中でまだいけない。あ、じゃあ、小笠さん、小笠さんお待ちしましょう。お待ちします。日本生活何年目ですか？日本語上手ですね。かれこれ、かれこれ、もう、100年ほどになるかの、上手でしょ、日本語。うまいでしょ？日本語で飯食ってんで、こっちは。こちらは。ダメだ！こっちはとか言っちゃう。ルルでもぶっち？ルルでもぶっち？いやいやいや、こんなに参加してくれたって方がいるじゃないですか。いるじゃないですか。ねえ。あ、再起動なので。わかりました。じゃあ、さっき参加したかどうか、お構いなしに来てくれる方、サモナーネーム教えてください。教えてください。先着1名様を、ここに、呼びます。あ、カノさん。カノさん、ぜひぜひ。あれ、待って、サモナーネーム。どっちがどっちでしたっけ？待って。カノさんが先に言ってくださったので、招待したい。こういう時は、書いてくださってありがとうございます。コメントを遡ろうとしてしまった。英語だからブレなかったです。ブレられないですよ、英語なんて。だって日本に来て100年ですよ。100年前英語なんかありませんでしたから。あ、では、行きたい連、行けない連、あったら、ADC 以外、わかりました。わかりました。他に、ジャングル以外ならどこでも、わかりました。日本語以外はダメなんですよね。ダメなんです。ダメなんですよ。言葉とかいらなくないですか？心が通じてればよくないですか？なんでそんなに言葉を重視するんですか？どこでも行きます。頼もしい。そしたら、じゃあ、行きたいところを早いもの順で。ジャングル、オッケーです。トップ、オッケーです。通じ合える友達いるんですね、すごいな。通じ合える友達がいないから友達がいないって、いつも言ってるんです。心が通じ合ってる人がいないってことです。ミッド行きます。わかりました。そしたら、ジャパコが、サポート AD どっちでも大丈夫です。え、じゃあさっき AD やったから、じゃあサポートしようかな。サポします。では、じゃあ、行きます。
抜かせないでください。救いなんてないんです。でもお正月、新年早々そういう話をするもんじゃない。よろしくお願いします。ありがとうございます、参加していただいて。つなぎ涙出てきた。でもこんな、イパコは恵まれてますよ。こうやって一緒に遊んでくださいって配信で言ったら、4人来てくれて、もう合計8人来てくれてるわけですから。ああ、泣けてきた。逆に泣けてきた。俺らが言うたら元気出せよ。いや、本当に。ありがとうございます、本当に。日本語、言葉喋れなくっても、通じてくれますか？パコが心で語りかけたら、応答してくれますか？サポート、何しようかな？何しようかな？会社。ADC、会社に合う、チャンピオンが。レオナ？ポコさんの名刺持ってるのになかなかこれ、名刺持ってるって相当、相当レア同僚さんですよ。こんばんは、こんばんはじゃない、こんにちは、こんにちは。後で一緒にいろいろしましょう。しましょう、しましょう。何しようかな、なんか。どうしようかな。あ、じゃあ、パコのサポートといえば、なんか、波で生きてた時期があるので、波しよう。波だったら、会社にも一応相性悪くないと言える。すべての流れは私が決める。緊張で手がプルプルする。緊張しますか？それはきっと寒いだけだと言い聞かせましょう、自分に。ね。なんだこりゃ。待って、一瞬デスクトップが映るバグやめてもらってもいいですか？そこカットしなきゃいけなくなるんですけど。でも、やばいもん映ってないですよね。大丈夫ですよね。心配だなぁ。なんか、ロル配信すると一回はあるんですよね、このデスクトップ映るやつ。てか、パコのデスクトップ変えたのバレたし、しかもなんか、しかも超なんか、恥ずかしい。啓蒙高いのバレちゃう。よろしくお願いします。おー、なんか、これミッドパンティオン？パンティオン？あれ違う、サポートパンティオンな。サポートパンティオン、ダイアミット。違うゲーム始まった。急にブラッドボーン始まった。なんかクジラ臭い。ナイス。今帰っても多分間に合わないので、ミッドはこれ、ラプタースタートなので DC いらないやつ。ああ、赤スタート OK です。強い車庫。
ファンってちょっと怖いけど。ファンテーメフってやばいですね。バコ、波とかしなきゃよかった。だ。今フラッシュの準備をしていたけど大丈夫でしたね。お、いった。ナイス。ナイスー。うまい、うまーい。いや、なんかメウパンテオン強すぎません？フラッシュって引いて半分以上削れたんですけど、バコのヘルス、あまりにも強い。お魚ベイト決まりました。ヒール残ってる、最高。信じてくれたやつ。あ、じゃあ、あ、どうしようかな。こうしてこうすることによってまたベイトがしやすくなる。お、コントロールワードを買う EDC、 偉すぎる。おお、金色カードが刺さって、電撃が発動して。ファンテがいないので。え、めっちゃ跳ねる。ナイス、ダブルキル。TF は、なんかすごい大変そう。え、大丈夫かな。なんか、パンテの、あの無敵のやつ。あれですね。パワー、受けれなくなったと言っても。やっぱり普通に殴り合いでは強いですよね。あー、跳ね返ってこなかった。うわっ！あー、フェアリーチャーム買えばよかったな、やっぱり。あー、なるほど、ドラゴン。マナきついなー、このジャンプ。
ポコもアイテム、未だに全然慣れないんですよね。メフめっちゃ狙ってきますね。控えめ？ナイス！ E と W をするだけの簡単なお仕事を。パコが W ってかミニオンに引っかかってなければダイアナね、 OK です。あー OK です。あ、いた、いましたね。アリーがボットに。まあ、完成させましょう、帝国の指令。ね。あー、イモータルシールド棒に行くのは本当に賢い。本当に偉い。あー、パンテがミッドにいると。全然ダメだった。収穫か、びっくりした。いやー申し訳ない。すごかったですね、最後ね。最後のすごかったですね。これ残ってスウォット。優秀なメンバー、心強い味方。なんかバコのサポートクソ微妙すぎるちょっとなんか申し訳ない気持ちになってくる。はい、やなが。オッケー。強い。あれか、ステルスか。MF の Q 跳ねすぎなんだよな、なんか。おかしいんだよな、跳ね方が。うわ、ほんとに最低かも、パコ。ほんとに最低のウルト打った。
ナイスナイスだ。あ、なんかカメラが不安になった。ナイスナイス、ガレンがゴッドだ。あ、もうまた分からしてる敵を。25円、分かりました。強いなぁチーム。パンタイデだからなかなかワードが完成しないや。MF のために MF のウルトを止めるためのウルトを残しとくって頭がここにないのがだいぶやばい。このカニ、このカニ本当に避けるのがうまい。ナイス。フィーカに、それだ。フィーカの分身だ、あのカニは。あー、リーシンもいるし、あ、パンテは普通に歩いてくるんだ。ナイスニランイグナイトだったかな。やばい、なんかパコすごいこう眼光もらった後にめちゃめちゃなんかもっと上手いことできたろみたいな反省が尽きないんですけど、頭が動いてないかもしれない。なんか死ぬほど申し訳ないことしてる気しかしない。壊しちゃおう。イモータルシールドボーやったぜ。靴買って買って戻りましょう。ルルは頭使っちゃいけないゲーム。あ、そうなんですか。そうだったんだ。ルルじゃあ頭使わずにやっていこうと思います。てか使えてないな、強ーな、強ーな、な、な、な。車庫がシャコシャコしてますね。あー、いいワードの道。 OK です。
聞いていきましたね。どっかにあったのかな？あ、そっかそっか、そこにあるんだ。消しちゃおう。あれ？そっか、そこだ。で、そこに置こう。あ、出た！こっから置くやつ。避けまーす。もうボット側の視界やばくないですか？コントロールワード4個ある。パンテーム F 相手に序盤からカイサがキル取れるの死ぬほどでかいでしょね。なんかすごい敵も分かってる系の。ナイス。どうしようかな。多分ウルトっても外れるんだよな。まあいいか、圧だけ。ちょっと消します。ナイス。ナイスナイス。この試合は、あれですね。15分で終わらなかった。もらっておくわ。前出てこないですね。もう怯えきっている。あやつら。あ、手で落とされてる。いったー。いったー。いったー。二人ともフラッシュ。ですね。MF の Q2 回連続で当たるの、ほんとに。お、壊します ?OK です。なんか、チョガスが、トップレーナーがいましたね、ボットにね。勝ったな、ガハハ。ガハハハ。ゴッドガレンに分からされてる、チョガス。こう、あ、でもパンテだから、モビリティ履くか。なんか基本的にアイオニアブーツが好きなので。これどうしようかな。まあ。素材積んでから考えるか。この、AD、AS が上がるのが嬉しいアイテムと、この AP が、魔力が上がるのが嬉しいアイテムとどっちがいいかなって思ったんですけど、ダイアナってなんか、死んでても強いのずるいでしょうね。こっちに撃ってくるんだ。頑張れ、頑張れ。
頑張れ。お、エクスキュート狙い。いや、いな。あー、ずるい。対象指定 CC はずるい。あ、キーフも対象指定だった。そういえば。なんかこれ、積もうとか思ったけど、バースト、警戒的に、リレーブの方がいい気がしてきたので、先にリレーブ積もう。で、どうしようかな、アーセントフローター。悩ましい。お買い物悩んじゃうです。悩んじゃいます。ダイアナがボットと。いった！ MFQ 当てるのうま。最悪フラッシュします、箱。アムアムアムってされました。ダイアナ、おー、うまい。ナイスナイス。もうこっちのキャリーたちが育ちきっている。あとはこのパコの柔らかいチャンピオンがチャンピオンがワンコンで溶かされて、フィードしなければ、敵を育てなければ、いけそう。アルパカ色は良くないですよ、ほんとに。でも今魚だからしょうがないか。いませんね。んで、ミッドも割れて、ドラゴンも取ってて、なので一応バロン前に置いときますか。でもパコちゃん肉食じゃん。確かに。パコは豚も牛も鳥も、馬も食べますよ。お言葉ですけど。お言葉ですけど。野菜は食べませんよ。お言葉ですけど。お言葉ですけども、食べませんよ。どれ？だから、チョガスが育っても、こちらの ADC は会社。うわぁ、さっき Q だったの？いやー、これ、ポコうまかったら救えてたな。ちょっと待って、やばい。イ
フナイト。ソーリー、ソーリー、ソーリー。ナイス。メメフリーシンじゃできないですね。お、間に合うか？間に合うか？凶悪すぎる。凶悪がすぎる。ダイアナ。重すぎますね。あとなんか、パコの頭が本当に寝てる。てか、ドラーっと1分だった。ドラー前にも置けばよかった。ほんでお金は、ないと。コントロールワード1個も置いてないサポートって、ゴミ。ゴミゴミゴミー。リデブ、早く、積みたい。これだから肺呼吸する人は。もしかしてドコップ様ですか？すいません、すいません、ほんと。すいません。ルルとかやっとけばよかったもん。ナイスです。あ、起こしちゃった。あまりにも火力がお化けすぎる。いいんだよなぁ、チョガスとかいうチャンプ。なになになに、何の立ち位置それ。どうしましょうねこれね。ダイアナ止めたいですね。ナイス Q 避け。ナイス。ダイアナ結構軽率に、あれ使うので、ゾーニャ使うので、Q 取っとこう。中に置いてないんだ。ナイス。いった !MF!え、なんかもう、パコのウルト、待ってたら、ダメじゃ、こりゃ。確かにこれ、MF のビルドが、ガレン以外にぶっ刺さる。
刺さりますね。しかも MF なんかちゃんと上手いから、バゴの Q が当たる位置に来ないっていうのが。あ、タングじゃない！あ、ほんとだ！いいじゃないですか。いや、いいと思いますよ。すみません、パコがほんと、とんでもない、無礼な勘違いを働いて。すみません。人には、いろんな、人生の道がありますから。あ、なんかある。壊したいけど、敵が CC お化けすぎても、やってられんですよね。この、チョガスとかいうお化け、ほんとに。会社でよかった。ダイアナが消えてる。ダイアナが消えてるの。この偽物が死んじゃった。パンテウルトはなくなった。よくダイアナと戦えますね。頼もしい。スレインワードだけ。これはパシブでどんなビルドでもタンクになる。確かに。ちょっと小競り合いして、ちょっと姿をくらませれば、もういくらでも戦えますからね。っていうか、ゴレンさん、レベル高っ。レベル高っ。パコと5レベル差ある。ちょっと、ミニオンスを。ワゴのレベルちょっと低すぎる。なんかこれサポートしてるとなんか、結構、なんかレベルめっちゃ遅れちゃうんですけど、結構めっちゃレベル遅れちゃうんですけど、ここにも一応、よし。なんかサポートって、経験値もらいに行くの忘れますよね。まあ、で、ドラゴンが湧く。OK です。ねえ、リーシンがいるかもしれないと。やばいな、これ。怖い怖い。ああ、マジかー。いや、ごめん、変なところに。いや、MF。いや、ナイス、ナイス、ナイス。これのせいでちょっとなんか、頭バグっちゃった？頭バグっちゃった。いやー。なんもできてないな。
ーイス。ダイアナリコール。ナイス。これミッド取ります？そういく？オッケーです。会員さんはそうなんですよね。でもまあ、ダイアナ。これ起きるかな？起きた。あぶな。リーが8秒 ?7 秒 ?MF か。うわてか、これか。これのせいで。足遅いんだ。うわ、これ。はあ、なるほどな。とりあえず。いや、これ見返るって。とかの問題じゃないよな。いやでも見返る、あれだ、回復効果ついたから見返るでもいいな。見返る持とう。波に乗ってね。まあ距離締めた。わかりました。あー、どうしよう、どうなんだろう。考えとこ。いつか必ず故郷に帰る。終わろう。あ、なんか。必ず波は来るわ。敵見えなさすぎて、めっちゃ怖いですね、これ。みんなリコールしてた。まあ、言ってそうだよな。なんかダイアナも本当に謎の硬さあるし、チョガスもいるし、痛そう。チョガスもいるしで、おー最強だ。ガレンってやっぱりゴッドなんだ。これ MF。いや MF 足早いからな。ウルトしてもなんだよな。すごい判断が早い。早すぎんか？やっぱこれ絶対APで、なんかタワー削りやすくなってんの、やめた方がいいと思うんですけど、ライオット。ライオット。絶対やめた方がいいですよね。ADC の意味ないですもんね、だって。やっ。
2発で死んだ。あーちょっと MF のこのビルドやばくないですか。ウルトから逃げられないし、やばくないですかこれ。うまいですよね。しかも、パコ、あれ使えてないし。リリーブ使えてないし。あ、そっか、靴積んでないんだ。はい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 。Qが怖すぎる。こいつの。ナイス。申し訳ない。ちょっと本当にパコ MF に入れられると。ダメだこれは。無力なんですけど、このジャンプ。ちょっとこのジャンプ無力すぎる。ソラリにしよう。こんなに、こんなにたくさんの、あれを、使えるのだろうか、パコは。か、エメがあんなビルドあるんだ。ビルダーだから戦いたくないでしょうね。なんかおる。次やったら、ぜひぜひ、次もあります。ぜひぜひ。でも、なんか。なるべく見えるように。
いや、えぐいえぐいえぐい。ナイス。見返り使えてないし、バコ。本当に最低。強い。強い。見返りも使ってなければ、ソラリも使ってない。ダメだ。なんかもう、頑張れ。頑張れ、味方。頑張れ。頑張れ。リデブだけかろうじて。結局パンテが、かつ、MF にウルトされたら、ちゃんとソラリを使う。あ、早っ！ナイスー、ナイスー。こりゃー GG だ。こりゃー GG だ。GG ウェルプレイ。なんか向こう、すごい、喧嘩してる。みんなに目を送りたい、ほんとに。ありがとうございました。参加していただいて。では、一旦抜けていただいて。で、初めて、今日まだ参加してないよっていう方、よかったら、コメント欄にサモナーネーム何々って書いてくれたら、招待させていただきます。サモナーネームを教えてください。あ、デイソン、うん、ソンさんって合ってんのかな？読み方。激アツゲーム台、ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。ごちそうさまです。て、んー、そうくさん。てんそく。さん。あ、すごい。ダイソン。ダイソンさん。ダイソンさん。わかりました。わかりました。ありがとうございます。ダイ、ソン、ソン、サン。バ、あー、バ、や、し、くし、さん。すいませんね、ちょっと。英語がね、ちょっとね。すずにゃおんさん。すずにゃおんさん。すずにゃおんさん。バヤシーさん。ありがとうございます。読み方教えてください。ありがとうございます。めっちゃ来てくれる。ありがたい。嬉しい。嬉しくて、嬉しい。嬉しくて嬉しい。よっしゃ！じゃあ、レーンを決めましょう、恒例の。早いもの順、いけないところがある方、教えてください。パコは、トップ以外、がいいです。以外がいいです。ジャングルはサポ。わかりました。バヤシーさんが、ジャングルはサポ。ADC とトップ自信ない。わかりました。スズニャオンさん。スズニャオンさん。
トップいきます。わかりました、ありがとうございます。じゃあトップミッド決まって、じゃあパコ ADC 行くので、パコ ADC、 スズニャオンさんジャングル、あばやしさんジャングルでもいいのか、あーどうしようかな、あまあスズニャオンさんジャングル、ばやしさんサポで、パコが AD でいきましょう。ねえ、お正月からワイワイできるの超嬉しい。超嬉しいです。では、いきます。いきますって言って返事待たずに、入れるっていう、何の意味もないやつ。あ、っていうかそうだ、今更ですけど、音量とか大丈夫ですか？大丈夫ですか？全身伝承したい！え、もう、年明けて、全勝できたらもう今年一年全勝じゃないですか？ねえ、今年負け知らずになっちゃう。こんにちは、シェシャです。こんにちは、こんにちは。大丈夫ですか？よかった。ちょうど良さすぎて鼓膜破れた。破れたの、破れたが。違う、破れた。負けてる。鼓膜に屈してる。レベルが低い。いやもう30あったら、もう、一人前。言ってパコも97。うん、全然気にせずに。気にせずに気にせずに。気楽にやりましょう。いやーさっきのゲーム、めちゃめちゃ、熱かったですね。めちゃめちゃ暑かった。なんか、思わせぶりな、思わせぶりな人がたくさんいますね。じゃあ、パコが ADC ということで。なんかさっきの MF のビルド強かったですよね。さっきの MF やろう。え、収穫で、もう多分、あ、多分追い打ち、これ、何でしたっけ、さっきの人。PGG を見に行く。真似したがりです。あんまやりたくなりますよね。あ、そっか、靴持たないからこれか。で？外線？外線？外線持つの？外線より、あ、でも外線以外も別に特にみたいな感じなのかな？黒の持ってましたね。幸運の女神は間抜けのやつには本物はない。MF 水星流行ってる。そう、水星持って、初手いい取る MF いますよね。あ、そうそう、黒の、どうなんですかね。ああ、タンク対策だけど、効果が、物理防御下げるだから、脅威とめちゃめちゃ相性がいいみたいな。そういう、
ういう、あれ。そういうあれだ。敵が、アッシュサポート、ルシアントップ。なるほど。なるほど、なるほど。あ、ユグ先生がよく切り抜きやリツイートしてるので覗きに来ました。ありがとうございます。ユグさん、イラストよく描いてくださる方、切り抜きもめっちゃ、丁寧にしてくれる方、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。あ、ほんとだ、アッシュ彗星持ってるってことは、これ。帝国の指令だ。ソパゴ、めっちゃ嫌いなんですよ、その。あ、もう、ズルバッと言っちゃいますけど、その彗星持って、なんか、アッシュの W とか、MF の E とか、なんかひたすら安全圏からするだけのビルド、すごい嫌なんですよね。まあ、やられて腹が立つっていう、ただそれだけの理由なんですけど。やられたらイラつくから嫌っていうだけの理由なんですけど。そうね、パコなんかちょっと、あれなんですよね、根っからの正直者なんで、自分がやられて嫌なことあんましたくないみたいな。これ対人芸においてあんまり良くないんですけど、そうそうそう、自分がやられて嫌なことは人にしないという成人。その通りなんですよね。なんかそれを自分で言うことによって全く成人感ないんですけど、は、ほら、見てください、この涙。いや、ま、これをちゃんと、容赦なくやる人は、本当に上手くて偉いんですけど、ま、自分がやりたいかっていうと、また別の話っていう感じですよね。確かにめっちゃ強いんですよ、このビルド。考えた人天才ですしね。あ、やば。ミニオンが出撃しました。まずダスクに行って、コレクター行って、あのスローのやつにして、クローのラピッドファイヤー？なんかサングイン積んでるけど、どうなんだろう。1v1 でも鬼強い。わかんないな。よし、CS 取るの頑張ります。こっちね。はい、うまーい。今のはダメと。CS 取るの頑張れません。跳ねません。跳ねません。こっちに跳ねるんかい。キュウでも言うってそんななんか簡単に跳ねるものでもありませんからね。一回当たったし、一回当たったし。
待って、CS ゴミのゴミじゃないですか？やばくないですか？え、なんか、めっちゃ画面もグワングなる。なんだこれ。なんで CS 取れないかって、そりゃ、あれなんですよね。わーん。わーん。わーん。あの、シャードにエースを入れなかったせいで。めっちゃ取りにくいっていう。痛い。跳ねたー跳ねたー跳ねたけど、もう、HP 死ぬほどないハラスの鬼すぎる、この二人。いや、これも当たるんかい。これも当たるんかーい。やばい、せめて CS ちゃんと取んないと。は？帰ろ。これ変えないのが、ちょっと痛いですけど。どうしよう、これ買おうか。あ、軽買ってもよかったな。まあまあ、しょうがないか。過去ここのワード得意なんですよねって言ってない言ってない。気のせい気のせい。気のせいです。ナイス！ひえ。今の取れないのはひどい。そう、アーリーって、オリアナ、きついんですよね。わかんない。人によるのかもしれないけど、パコはそう思うんですよね。パコアーリー出されたら、オリアナ出しますもん。けどこのどうしよう。セラフィーンってジャンプが連強すぎるこいつ。連も強いし集団戦も強いし、ちょっとずるかもしれません。強すぎかもしれません。ナイス。あ、ポコ、いいです。もう何も当たってなかった。
あー、殴っちゃったな。キンドがミッドにキャンプしてるのか。地に美味しい。しかもアッシュウルト使ったからしばらく安全。やばい、これパコどうしよう。なんか急にマナ湧かないかな。うわぁ、CG 取れなかったよ。CG 取れなかったよ。これ入ってるでしょ、これ。入ってるでしょ、たまに。入ってるでしょ。入ってる。入ってるのに。ナイス。ナイス。アッシュフラッシュ。スロー重っ。いやー、助かりました。助かりました。ちょっとこれで止めて。帰りましょう。助かりました。あれ、ちょっと光栄多かったか。足りない。落ち着きます、落ち着きます。落ち着いて頑張ります。リポディを飲みます。うわっ、指示、なんでそんなチラッとこっち 見るんですか。今のミニオンの後ろだったでしょ。もう本当に置けない。ちょっと、ちょっと、ちょっと、水星アッシュに対してティルトしてる。パコ、ウルト2つ落ちてるけどヘルス差が。
うわー、忘れればよかった。これでとりあえずタスクが完成したけど、本当にこの連戦しんどい。やっぱこう本当になんかすぐ耐えちゃう。マッシュの W の判定ちょっとおかしいだけで耐えちゃうので、本当になんかハラスしてくる敵に対して弱すぎるんですよね、やっぱこのメンタルが。ほかほかですよ、ほかほか。でもね、冬ぐらい別にほかほかになってもいいですよね。ハラス？鮭？鮭ハラス？サーモンハラス美味しいですね。ハラスっていうのはなんか嫌がらせみたいなことです。いじめ？ナイスー。いや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 。うまい！天才だ！天才だ！うちのサポートは、うちのサポートは天才だ！天才だ！あ、天才だ！でもこの配信に天才がいます。この配信に天才がいまーす。そう、ハラスメントってことです。それそれそれ。まさにそれ。ここは、守りましょう。強すぎ、こいつら。こいつはちょっと強すぎ。ちょっと強しすぎですね。いや、まあまあまあ、パコも、はい、を育って、最強になろう。ニポディ飲んでるし、イメフラシもしかしてキング。あ！バレちゃった。バレてしまった。飛び箱飛んでました。ちょっとこれ、痛すぎ痛すぎ。ナイスルート避け。これ。うわ、惜しいな。惜しいな。いっけー、天才天才天才でーす。うちのサポートは天才でーす。いや、これちょっと
エース遅すぎて、遅すぎてちょっと、あー、お金がお金がとか言ってる場合。ナイスチャーム、ナイス、ブブ、いっそトップ押しとけばよかった。判断がちょっと遅い。ここ危ないです。うわ、惜しい。あー、なるほど、なるほど。また単純なレベルさ。眠気。おー、ナイスナイスナイス。今の足乗ると当たってもおかしくないですか？おかしいよー、おかしいよ、おかしいよ。ワゴの E であのルシアンを、どっか行った。あー、どっか行っちゃった。あのピンク、やらしいな。落ち着いてファームですね。そうしましょう。キャッチが強いんですよね、向こうね。そうなんですよね。マリアの火力が、 QW が強すぎる。このウルトが弱い。やば。当たってあげればよかった。あー、これさすがに無理だな。これか。あ、これに貫通ついてるんだ。知らなかった。まずい。アッシュールと、もう、あれなんですよね。もう、スキル兵士とありすぎて。うわ、キンドもいる。ナイスナイスナイス、いい。ちょいちょいちょい。ウルト、ウルト。
そう。あ、うまい。けど、ルシアンの。こうして。ロールがうまい。やばいやばいやばい。ごめんなさい。ごめんなさい。ロールが下手。ごめんなさい。ロールが下手。ごめんなさい。ロールが。ロールが下手。ロールが下手。うわー、ごめんなさい。せっかくキルもらってたのに。いや、これこんな真似するとか言ってないで、ちゃんと靴買えばよかったな。グッドゲーム。ロールが減った。ダブルバラ巻くだけで GI 主産サイドに問題ある。ほんとですよね。誰が帝国の司令考えたやつ。帝国の司令なんて持つな、ほんと。ここは涙持ちますけど。GG!GG! GGGG! GG! ありがとうございました。あれですね、なんか。あ、ダメだ。パコのメンタルが弱すぎるんだよな。この。ハラスされまくる連が本当に苦手。ありがとうございました。では今参加してくださった方は一度抜けていただいて、オリアナに負け続けてた。いや、オリアナ辛いでしょうね。アーリーだってスキルの射程がオリアナの方が長いんですもん。パコあれですもん。さっきも多分言ったけど、敵にアーリー出されたらオリアナ出して連戦でハラスして勝つっていう、息できなくさせるっていう方法取りますもん。ありがとうございました。ではではよかったら、まだ参加してない方いらっしゃったら、あの、コメント欄にサモナーネーム書いてもらえたら招待しますので、ぜひ遊んでください。まだやってない、さっき来たって方いらっしゃいますか？やめてください。やめてください。悲しいです。トップにレンジド持ってくる気つく。ほんとですよね。人の心が、その心が。入ってたらもう一回行きます。ありがとうございます。もうちょっとお待ちください。じゃあ、まだやってない方が、一回目に参加してくださった方。一回目っていつだよって話になりますけど。あ、コロモ P さん、コロモ P さんありがとうございます。招待させていただきます。ロソロソ P さん。ほんとだよ、なんか、なんだかんだ、あっという間ですよね。1時に始めてもう5時20分。もう2時間20分経ってる。あ、でも、1戦目が、多分、20分くらい、ん？ 1 時20分くらいからだったから、ちょうど2時間くらい。
やってる。あれですね、この対戦待ち時間がほとんどないっていうのがいいですよね。まだやってない方で参加してくださる方いたら、よかったらサムナにも知ってください。25分ぐらいになったら一回やった方も参加していただこうかな。言ってください、やめてください、やめてください やめてくださいが刺さったんですか？不思議だ。嵐の再始動の2時間よりこっちの2時間の方が短くに、確かに。嵐の再始動、なんか、短いくせに、あれなんですよね。難しいんですよね。デモンズの話ですけど。ね。ね。耳ピコスピコするのかわいい。そう、耳たまにピコピコします。ね。リポビタン D を飲みます。リポビタン D を、ちょっと喉が渇いてる時に飲むと、むせません？わかる方います？喉に良くないですよね、このドリンク。元気になりますけど。炭酸ダメな人しかわかんない。本当ですか？そっか。喉の弱さが直結している？あ、そうそう、濃いからなんか、えっへってなる。眠気覚ましに飲んでおります、リポビー。あと、味が純粋に美味しい、リポビー。よし、じゃあ24分ですけど、一回参加してくださった方も、よかったら参加してください。サモナーネーム、ありがとうございます。デイビーさん。これ、あれかな？なんか、まあ、いいか。打とう。5文字くらいちゃんと打とう。薬中さん。ありがとうございます、参加。林さん、招待します。リビタンって言うんですか？リビタンさん、よろしくお願いします。あと1名、どなたか。エビくん来ました。エビくん来ました。なんかパコ、お腹がグーグー言い始めた。グーグー言い始めました。2回やったからガチでいなければ。やりましょう。カノさん、やりましょう。この、過去に遊んでくれた、ここを見ながら、正体打てないの、これ欠陥 UI じゃないですか？ありがとうございます、また。またも、書いてくれて。ありがとうございます。
ありがとうございます。ブラジル出身ですが日本で交換をしています。交換、ブラジルの方なんですね。 I'm from Japan、 よろしくお願いします。 My name is パコ、パコ is アルパカ、よろしくお願いします。ジャングル以外ならどこでも、おー、速やかな申告、助かります。どこでもいい、ジャングルはサポ、コロモ P さん、コロモ P さんどこ行きたいですか。対戦履歴から行けるのはフレ申請、なるほど。自分もジャングル以外ならどこでも OK、 わかりました。パコ、あ、パコミッド行きたいな。パコミッド行きたいです。パコミッド行きたいので、じゃあコロモ P さんに、ん、違うな、待って、ちょっとパコ本当に、あ、ディビタンさん、ディビタンさんがジャングル、あ、う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 、待って待って、あ、そっか、バヤシーさんジャングルいけるんだ。じゃあバヤシーさんジャングルちょっと書こう。バヤシーさんジャングル、あ、すごい、もうテキパキしとる、テキパキや。カノさんがもうテキパキしてくれとる。配信者とはってなってます。本当にマヤシーさんがジャングルで、待って待って。ニビタンさんが ADC、コロモ P さんがトップ、ん？ムンドジャングル？ムンド ADC？ あ、なるほど。なるほど、なるほど。なるほど。人生はいろんな選択がありますからね。いろんな選択がありますので、もう自由です。もう、お正月ですし、新しい自分発見していきましょう。では、スタートします。新しい自分発見していく。このミッドのプールの狭さが露見している今。新しい自分見つけにカサリン DC やります。新しすぎる。新しすぎるわ。殴ってる間に死ぬ。まあ、ありしよっかな。ありしよ。ルーンは、こう。いける気がする。赤人の ADC 苦手。なんかカメラ変ですよね。変なりますよね。参加型ノーマルってあんまりやってる人いないんですか？そうなんですか？バコも、本当に年1ぐらいですか？ん？年1か2ぐらいですか？やらないですけど。なんか、ロル配信してる人って結構いるイメージ。ロル配信してる人って、なんか、毎日ロル配信してるじゃないですか。だから、結構やってるのかと思いました。そんなこともないんだ。まあ、そっか。
なんかいろんな人がやりすぎてもあれですもんね。なんか配信してくれるような人でロールやってて、しかもノーマル募集してるとこ参加していいよって言ってくれる、この3つが揃わない、揃うリスナーさんがこう、なんて言えばいいんだ、いろんなところ行っちゃったらなんか大変ですよね。日本語難しい、日本語難しい。あ、ランクやってる人の方が多い。確かに、確かに、なんかひたすらソロランクやってる人、そっかそっか、ひたすらやる人はランクか。そうだそうだ。日本語難しいですね。ちょっと諦めちゃった、難しすぎて。ちなみにこの試合が終わる頃に、パコのお腹が限界を迎えたらこの試合で終わりになります。あ、無効なしゅリーサルだから、するタイプの足だ。あ、マルザか。対面マルザか。ボット本当に。めっちゃ真面目。あ、スレッシュがミラーだ。ていうか、もうジャングルカウンター取ってるじゃないですか。勝ち。Q もそのキャスにしよう。楽しませてちょうだい。で、ちなみにパコ、シャードは AR できましたと。ミニオン邪魔。CS も取れない。CS 取れない。CS 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 取れない。あ、CS 取れない。まあ、メイジは CS 取れないもんですから、しょうがないしょうがない。切り替えてけ。家帰ってけ。了解です。マルザフラッシュ。経験値据えてない。あ、据えてる。違う違う。
TP だった。マルザ。ちゃんと見てなかった。わうっ、取れないし。ありがとうございます。だいぶ。TP の振りが覆りました。わかりました。じゃあ逃げるついでの、あーワードいってる、えらっ。ミニオン誘惑したくなることもありますよ。間に合ってー、間に合わず。CS が。このウェーブ取れた CS1。 やばすぎません？アーリは、マルザは、とてもやりづらい。とっても、やりづらい。ルドで仕掛けられないですからね。サイレンス。ナイスー。マナなさすぎてもうちょっと泣きそうでしたけど、ウルト使えないし合わせられないって泣いてました。ありがとうございます。あ、CG 取れない。あ、泣いた、あ、泣いた、泣いてる、泣いてまーす、泣いてまーす。ひどくないですかこの32点。32点。しかもまあ、キル取るのはきついですけど、CS は取れ、取れよ。取れよな。ナーイス。頭突きウルトでした。完全に。完全に頭突きしました。今。周りのモフモフの耳で。あ、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 もっときつそう。ナイス。どうしようかな、これ。ウルトないからな、行っても。下がりますよね。もっときつそうなふりして。CS めっちゃと、CS じゃないや。キルめっちゃ勝ってる。
あ、もうラムスが最強だ。え？パコのフラッシュどうした？パコのフラッシュどうした今の？何何何何？威圧なんですよね。あ、やったー、やったー。あ、キューのマナが、キューのマナが、ありがとうございます、ありがとうございます。なんか酸素できないかも。せっかく、マナコスト表示させてるのに。なるほど、そういうことする。わーい。これ、さすがにやめよう。さすがに。あ、でも、ワイバイ、ブッとか。ブッとか。ダメだ、パコ。ダメだ。ダメだ。うまいでしょー。やったー。やったやったー。いくつ買っちゃおう。コントロールまだ壊れてないからいっか。CG 落としました。パコはしかもさっき無駄フラッシュ吐いたせいで今のガンクっていうか寄ってくれてるやつも何にもできませんでした。威圧なんですよね。威圧なんですよね。別に。別に威圧なんですよね。別に。ただの嫌がらせなんで。いや、全然、さっき無駄ウルトしてなければ殺せたとか、そういうのないんで。全然そういうのじゃないんで。こういうことなんで。こういうことなんで静かにしてください。あ、静かだった。コメント、別に。別に静かだった。いや、その結果なんですよね。これ、一緒に入り行こう。ここで、ジャングルが、せっかく、
敵ジャングル入ってる。あ、くれるんですか？くれるってこと？本当にいいんですか？そんなに、こんなに仕事をしてる。あれから。ジャングルから。こんなに仕事してるジャングルから、青を取ってもいいんですか？上は、ちょっと。あれですね。ちょっと、メジャー買っちゃおう。急にマルザも湧いて、青とマルザをゲットしちゃいました。メジャイ先に買う？さすがにいるの猫？いや、メジャイだな。ルーン猫じゃないわ、これ。ルーデンテンペストだ。昔の名で呼んでしまった。いいな、なんか、長生きしてしまった人みたいなこと言える、このゲーム。はい、シリーズは取れないと。YI か。うわぁ。あ、違う。パゴ、ああ、そっか。ワード、買ってない。予備のワード。壊されてないからいっか、とか言って。うわぁ。わーい。ちょっと、パゴ、本当にランタンに乗るっていう行為が、本当に下手なので、申し訳ないよ。せっかく投げてくれたのに。ナイスー。赤バフのおかげで、見る見る。わーい。わーい。フルーツはものっぽいですよね。ね。で、これ買って、お靴はまあ遅れますけど。まあまあまあ。ね、メジャー買っといたから、15になった。嬉しい。これじゃあ、一回、ミッド守ったら、パコがボット行きましょうかね。やだー、やだー、さすがにここ通るの舐めてる？よし、よし、久しぶりに CG 撮れた気がする。CG 1個か2個しか撮れてないですよね。ねえ。どうしようこんなことに。うわ、ミッド大量。すごいな。間に合うかな。さすがのラムスでもって感じ。やっちまった。マジか。今のアッシュ届いてないんだ。マジか。メジャー級になっちゃった。今、足届いてたと思いません？
届いてないか。いや、惜しい。ナイス。ナイス。ワルザウルトなし、アッシはマナなし。何だったんですかね、今の特攻ね。本当にお恥ずかしい限りで。ミサイルを Q にする特攻です。 TP 使ってる。これあれだ、マルザー TP あるんだからボット行ってよって意味を、ボットに TP してよって風に捉えちゃった口だこの人。いや、わかんないですけど、今適当に話してましたけど。マルザとは、死ぬほどレベル差ついてんですね。あ、カニをこんなに楽に倒せる周りが存在していいんでしょうか。マクロ？マクロってなんだ？マグロ食べたいですね、マグロ。マグロ食べたい。お寿司食べたい。あー、ワイアイが。どんなですか、これ。あ、なんかいる。無意味なピンクいっちゃった。ガレンはもしかして、ゴッドか？ナイス。あ、じゃあ、いただきます。メジャイスタックいただきます。やっべ。やあ。ガレン待たずに、ウルトで、とりあえずスレッシュ捕まえに行けばよかった。頑張って、社畜のパイ。社畜のとこ出ちゃってる。ホライゾンフォーカス？とりあえず、ガレン MR 積んでないですもんね。一旦これ積むか。どうしよう、この3スタックになったメジャー。え、あ、ミッド来ちゃった。待って待って、 ADC に譲ります。ミッドのファームは。いや、マジでなんかポコがおばあちゃんだ。あと、ちゃんと、戦になるところに行こう。YI の方行ってもいいけど、置いときます？どうしよう。じゃあ、トップ押そう。トップ押そう。ピンク置いてある。
かりました。下がります。フルーツファームの場所、あ、そういうことだったんだ。そういうことだったんだ。そうだ。そういうことだ。マルザ下がった？アッシュもいるのか。大丈夫ですか？トップのガレンでも追いつかないし、あと強いんですよね。パコがシャットライン入れ続けた、アッシュが。待って待って、これど、いや、ミッド守ります、ミッド守ります。バレてんのか、これ。え、アッシュなんでこんな硬いの？マジかぁ。いや、足硬すぎません？これ。いや、マジでパコのやらかしで負けるの、本当に申し訳ないので、本当に申し訳ない。メジャー売る？スレッシュのシールド、ソラリ、ダブリアも使ってました？ヒール。あまりにも強い。どうしよう、アーリの。周りのパワーのなさが響いてる。マルザ TP。あ、取れた。で、とりあえず、もう一個どうす？いや、後ろに行けないな。足早すぎ、この人。足早すぎ。足早い。全部速くなるじゃん、これ。いやー、アッシュに行けなかった。うわー。いや、ミッドで、アッシュ倒せなかったのが全てだ、あれ。いや、申し訳ない。すみません。やれなぁ。なんかたまにあるんですよね、アッシュの、アッシュじゃないや、アーリのスキル、なんか距離短くね、みたいな。見た目もっと長いやろ、みたいな。不満が出ることがあるんですけど、足りてなかったな。グッドゲーム、ジジ。参加ありがとうございました。ありがとうございました。社畜出てるよ。出てるかも。
いやでも実際、なんか、あれだけ育った、明治アサシンが、ここまで腐るっていうか、なんだろう、スノーボールできないの、問題ですからね。じじい。じじじじ。してない、参加したいって方、いますか？ いますか、いますか？やってない、俺も混ぜろって。そう、ワードがなんか結構ちゃんと置かれてたのと、あと、マルサやっぱプッシュが早いですよね。TP だし。だからローム行けないのが、超辛かった。お腹大丈夫？中は、やってない方が参加してくれるなら大丈夫。やりたいね。サモナーネームコメントで書いてもらえたら、招待します。ぜひぜひ、やりましょう。やっぱなんか、エース、アッシュも、キル持つとやっぱ強いですよね。ね、あとなんか、とっさのヒールちゃんと履けるのって、本当に強い。ミッドの、インヒビの前とか、インヒビの前というか、ラプターの、とこのブッシュとか。ねえ。ありがとうございます。C さん？いいのかな？英語入ってんのかな？ なんで消える？なんで消える？わかりました。よろしくお願いします。もし他にやってない方、ちょっと、コロモ P さんちょっと、もう一回行きましょうよ。もう一回行きましょう。ちょっと、指名していくスタイル。これ、嫌だったら断ってくれて全然いいんですけど。あれ？なんか間違えた？こうか。もう一回やりましょう。ユニークなお腹でしょ？面白いお腹でしょ？いいでしょ。他に、やってない方、おりましたら、ぜひ。ぜひ。尻尾も可愛いよ。本当ですか？今ちょっと見せられないんですけど。見せられないんですけど。この描いてもらったイラストの方に尻尾がぴょこってなってますね。チラって。チラってぴょこってなってる。いいでしょ、尻尾。お腹すいた。お腹すいたので、ちょっとパン食べます。パン食べますね。ちょっと、咀嚼音、なるべく立てないようにしますけど、もし、食事嫌だって方いたら、音量ちっちゃくしてください。何パン？ちぎれるミルクフランスパンです。バーチャルローソンの。
なんか、お腹空いてるときって、ケチョクチ食べるだけでも変わりますよね。おいしい。食べた。よし、じゃあ。何回か参加したけど、もう一回来てくれる方。よかったら参加してください。ミッドでリベンジ OK？ OK です。まで、デビタンさんが、なんだっけ、その、待って、一致してない。ちょっと、大変申し訳ない。ダイソンさん、とりあえず送ります。ダイソンさん。あ、ありがとうございます。そうだ。カタカナ5つの、リビタンさん。く。ちょっと、待って、なんでこんな、エイムがおかしいんだ。すごい、マウス飛んでく。なんじゃ？そう、カタカナ、怪しいかもです。よっしゃ！じゃあ、デビタンさん。で、さんつけなくていいよ、デビタン。デビタンは、じゃあミッドで、C さんどこへ行きたいですか？あと、なんだっけ、NG がある方は書いてもらって。泣いたら入ります。ありがとうございます。ジャングルが得意。わかりました。じゃあ、C さんがジャングルで、ダイソンさんがトップで、パコ、どっちでもいいな。あれ？コロモ P さんってどこ行けるんですっけ？記憶力がないので、都度、バーンアウトさん。一応 C さんですよ、コメントでは。コメント量 C さんですわ。僕読めましたもん。ジャングル以外、ADC とサポートどっちがいいですか？どっちがいいですか？どっちが得意ですか？どっちやりたいですか？ ADC！ わかりました。じゃあパコがサポートをします。名前を覚えられるのは社畜の鏡。やったー！かっこ、サモナーネームとポイ、あの、コメントの名前は一致しない。名前を覚えるの、頑張っていきます。では、行きましょう。サポート。何しようかな？さっき、波で、ほんと、何もできなかったから。なんかちょっと、あっと言わせたい。レオナとかするか。レオナ。超久々のレオナ。なんかパコ、ほんとに、サポートの種類が。わかります？この。ジャンナ・ソラカ・ナミルル・ムルガナ。ミッド頑張るぞ、ナミ。AP ナミですか？旧揚げ AP ナミですか？新しい自分発見してきます？シールドバッシュじゃないな。生命の泉かな？打ち壊しかな？打ち壊すか。あ、やばい、もうわかんないから調べよう。闇よ、
こうかな。波じゃなくなってる。波ミッドじゃなくなってる。よっしゃ、頑張りましょう。行くぞー。頑張るぞー。スラカユーミのイメージ600コンビ。まこユーミ持ってないからできないや。できないや。待って、なんか、向こうパコのこといじめてくる人がいる。何ですか、これ。うわー、アルパカ菌だーって。逃げろーって。なるやつじゃないですか、これ。やめて。お正月から。新年早々パコのこといじめるのやめてください。いじめやめてください。あ、お前パコに触れたから、アルパカ菌ついてるって。やめてください、トラウマが。トラウマが。あまりにも、あまりにもな、名前が来ましたね。あれというか、レオナ、トップ。レオナトップと、シェン、想像もつかない。まあ、レオナは多分、ノク呼んでって感じなんでしょうけど。レオナってこれどっち積むんですか？なんか、全般的に有効とか言われても、そんななんか、優柔不断のおすすめの仕方やめてくださいよ。おすすめするんだったらこれって言ってください。レリック。リリックだな。何回ソロキルすればいい ?50 回してください。よろしくお願いします。50回したらお名前を覚えられる気がする。50回されるわ。逆に伝説ですよ、そんなん。ヤスオのパワースパイクは010。確かに有名なお話ですね、これ。トップスタート。まあ、ツイッチも、別に来ても、レオナなら止められるので。どうします？顔出します？この配信で安を見る。なんか前やってたカスタムとかだと、こうパコのメンタルを削ぐための削ぐため安を対面安をとかやってる方いましたけどね。え、声変なの。え、ツイッチこんな声じゃないですよね。え、なんか早送りされてます、パコのルル。てかこれ、あれなのかな ?AP ツイッチなのかな、なんか違いますよね。え？
なぁ。あ、トップいなかったんだ。あ、見てなかった。見てなかった、ちょっと。トップのこと見てなかった。もう一回やりましょう、もう一回、もう一回。もう一回やりましょう。やっぱトップレオナなんかしたくねえよってなったんですね。じゃあ、これ、勝ち越してますね、もう。勝ち越してる。リメイクは、でも勝ちだし。それを成した。確かに、野草に、50、切る、50デスする野草に、それを成した。分からせましたね。やり直しじゃん、仕切り直しじゃん。この、わかります？なんか、リメイク、されると、なんか、それ、その時使ってたジャンプ、もういいかなってなる気持ち。見たりした。あー、いいですね、新しい自分。わかる。わかってくださいますか？ね、なんか、ちょっと満足しちゃいますよね。冷戦って、なんだろう。多分、レベル2になる瞬間が一番面白いので。そのせいですかね。ちょうどなんか面白いところを超えた、あたりでリメイクになるので、満足しちゃうんですよね、多分。レーンは同じところで。お願いします。野草はユーミ、ロックですね、だいぶ。ロック？闇を切り開く。よっしゃー、じゃあ多分これがラストゲームになります。リメイクされなければ。頑張ります、頑張ります。頑張るぞい。ていうか待ってください。ゲーム中ずっとこのテキスト出てました？これ。ちょっと。はい。はい。すみません。すみません。配信初心者ですみません。完全に忘れててすみません。はい。ダメでした。隠したかったです。すみません。トップピオラ？てか、レオナ、ミラー、何？レオナやめればよかった。え？違う、レオナミッド？なんだこりゃ。レオナに可能性感じてる人多すぎません？なんか、さっきから。レオナはサポートですよ。こんな CC しかない女、サポート以外、どこ行くってんですか？ほら、モルガナ、まあ、ワンチャンモルガナミッドですけど、ミッドだったらエアリー持つかっていう。わかんないでしょうね、これ。一応こうしとく？あ、でも、レオナだったら安を耐えそう。楽しそう。
箱も混ぜて。ミニオンが出撃しました。爪が割れちゃったわ。私のじゃないけど。口には気をつけな。痛い目に会いたくないならね。ヒオラダイヤ4、ダイヤ4。すごい、一発受けてあげることができない。下から来ちゃった。ミッドモルガナだわ。ミッドモルガナってエアリー持つんだ。痛い痛い痛い。レオナ止めればよかったかな。ルシアン。いやー、ごめんなさい。レベル2になったなー。敵を倒しました。敵を倒しました。ダークシールスタートって今どうなんですか。夜明けは近い。敵を倒します。ナイス。絶対に負けない。いや、ルシアンの方行くべきだったな。ヒル持ってる。なんかしかも、水星エムヘルしね。あんま、オールインするべきじゃなかった。ドフィードしとる。かんですが、あーごめんなさい。もうダメだダメだ。ティルトしとる、ティルトしとる。あーダメだ、ヘルス全然見れない。これ、押します?これ。あー、止める予定でした?
あぶな、あぶな、キャンセルするとこだった。あぶな。危なーい。惜しい。惜しい。レオナセットですよね。痛い痛い痛い。めっちゃ育ってますね。てか向こうのレオナサンファイア行くんですか。波持ってますけど。あと48 頑張れ。50キル頑張れ。初段うまっ。も早くレベル6にならないと。どうします？トップセットでーす。帰ります。で、靴とりあえず買って体力上げてで、いや、これ、モビリティ買っちゃうか。太陽の加護と共に。で、ジャングルとミッドに寄ろう。ナイス！うまい！うまーい！すばら。すばらららら。すばらららですね、これは。壁越えるのうまっ。よく知らなかったな、あれ。うますぎん？うわ。うまい、うまい。なになに？高レート引いた敵。なにそのうまさ。
かも今のレオナが残ってたのがめっちゃやらしいですね。あー、フィオラ下ってた、下山してた。あー、どうしよう。経験値すごい。やばい、ダイヤモンドフィオラが見切り出した。惜しい。大丈夫かな？お、行きます？ナイス。これルシアンがちょっと怖いですよね。マジか。すぎるこれ。もういっそ殴り続ければよかった。これすごくないですか、これ。マジックマント2つ。なんかそうですよね。エリスも、モルガナがミッドだと、ガンクさせないですよね。はい、ブラックシールドーってするから、あいつ。あと、モルガナミッドって、本当に、やめ、あ、最悪。はあ、もうマジで申し訳ない。マジで申し訳ない。ナイス。ナイスナイスナイス。まあ、敵にバレてないんでね。多分。いい、やめてー。やめてー。うわ、イグナイト。そして、ここで、キルを取ってく、レオナ。こんなサポートいたらブチ切れますよ、本当に。うわぁ、フィオラもすごいことなってる。オッケーです。やっとる。
うーん、ね、レオナって E あげるか Q あげるか悩みますよね。 E にするか。ナイス。うわ、外した。死なない、フィオラが死なない、ナイス、フィオラが死なない、フィオラもクワドリンカ積むんですか今。やばい、なんか配信者がフィードしてる試合ってひどいな、なんか空気が濁っている。あー、たくさんありますね、たくさん。うーわ、過去は本当にフィオラのことを分かっていない。見てじゃこいつ、ナイス。ああ。すいません、すいません、バコが前のめったから、前のめったから、バコが。うわあ。うわあ。アオラレギー、アオラレギーの配信者。なるほどな。なるほどな。パコは、アオラれると、ムキーってなっちゃうので。ムキーってなっちゃうのでね。ルシアン、二手目でナボリなんだ。へぇ。あ、痛い。痛い。レベル差がえぐい、もう。よいしょ、ワードを置きに、そう、こういう時のタンクサポート、ワードを置きに行くのも辛いですよね。うわぁ、なんもできんかった。あ、でもね、やっぱりパコ、本当にタンクサポート向いてない。なんか、本当に向いてない。すごく、もどかしい。あ、やべ。ここはどう置いときたいですよね。ちょっとミニオンスを。
ング側で戦の香り。もし夜明けは近い。うん、野草がスプリットプッシュしてくれてるのがありがたい。これな、でも押しててもいい気がするな。いや、よくないか。いやー、体が強い、みんな体が強い。合ってるなー、MF じゃないモルガナ。え、めっちゃ当てるじゃないですか。強っ。なんかソラリ使ってね、押せてね。ナイス。やべ、W の爆発で取っちゃった。ドラ欲しいけど、バロン取られる方がやばいんですよね。あ、ドラやってる。こっち行きましょう。ねえ、AP モルガナって、えぐいですよね。寿司会だけ取りたい。うん、始めるのは無理ですね。すいません。パコ多分、紛らわしいピンにした。スローか。いや、回復しすぎ。フィオラ、もう、ああ、今はデスダンスは違うか。ライフスティールが、すんごい。すんごい。騎士の誓い、積むか。ヒオラが鬼ってますね。鬼ってます。ちょっと死ぬの早すぎてそらり押せないんですけど。すごくないですか。なんか やばい、フィオラの方行けばよかった。いや、ダメだ、死んじゃう。アンストッパブルなんですっけね。なんで動くんだって思ったけど。うわ、うまっ。あー、すみませんでした。
ルフィどうしたな。ありがとうございました。勝つ試合もあれば負ける試合もあるということで、んー、じじじじフィードしたなぁ。じじ、ごめんなさい。いやいや、謝んないでください。対人は勝つこともあれば負けることもあり、そしてフィードするサポートもいる。じゃあ、今日のルールはこれにて終了ということで、ね、長い時間ありがとうございました。がっつりやっちゃったね。そう、全然ノーマルだから大丈夫です。マコはもうランクでサポートレオナをしないようにしようと思います。反省。ね、モルガナやばいですね。てか、なんか、あれですね、集団戦というか、なんか、タワシチの時の Q の当たり具合、やばかったですよね。ね、モルガナ、AP モルガナ、強い。というわけで、じゃあ、今日は退社します。遊んでくれた方、見てくれた方、聞いてくれた方、ありがとうございました。ね、ロル、もし興味持ったら、ぜひ始めてみてください。いわしおじさん、じいじい、ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。ね、ありがとうございました。では、引き続き良いお正月をお過ごしください。また、何かしらで遊びましょう。では、お疲れ様でした。お疲れ様でーす。退社でーす。